はーい、藤子でーす。今日もちょっと変わったものシリーズご紹介しようと思います。まあちょっと変わったものというか、ただのまあ、ここに置いてあるのはツナ缶なんですけど、私はアルミの製品のものをほぼ使ってないです。で、調理器具がまず結構あるなっていうことに気がついて、それをね、ステンレス製かなに、まあ、変えるだけでいいんだから、いいじゃねえ、みたいな感じで、まあ、値段は全然違うからね、そこで最初にね、買い替えるのに勇気はいるけど、その後ずっともう安全っていうか、安心っていうか、安心だね。だからと思ってさ、アルミのものを排除してって、で、ステンレス製のものに変えてって、で、こういうね、缶詰、結構さ、ほら、ジュースとかもさ、あるでしょ？あれね、酸だからさ、また。中身、溶け出てる、アルミが中身に溶け出てるので、結構体の中に摂取しちゃってるんだよね。で、アルミの害についてあまりよくわかんないけど、まあ調べてみればいろいろと出てくるんだろうからさ、気になる人はそういうとこ調べればいいと思うんだけど、まあいいか悪いかで言ったら、まあ悪いらしいってことはわかってるから、だったらまあ排除すればいいじゃんっていうので、で、排除するのは、まあね、ステンレス製のものに変えればいいっていうだけだから、あとガラスの入れ物にするとか、そういうものを選ぶとか、だから調味料とかも私ね、ペットボトルのものではなくって、瓶に入ってるやつ。で、まあ缶詰もさ、トマトの、瓶に入ってるやつあるでしょう。ああいうの選んだりとかしてるよね。缶詰のものはあまり使わない。まあたまにね、どうしても必要というか食べたい時とかで手に入らない時に、まあ使うぐらいで、日常的に好んでそれを摂取するみたいなことはしてない。やむを得ずっていう感じで摂取してる感じ。で、ツナ缶もね、しばらく買ってなかったんだけど、ラディッシュ坊やをね、使うようになって、そこで売られてるこの缶詰ね、この4つで1000円ぐらい。1000円ぐらいするよ。で、これは、高いんだけど、だからたまにしか使わないからね、常備してる感じ。これは、まあ、常備してる感じなんだけど、だから中身も、まあもちろんこだわってるっていうのはあるよね。遺伝子組み換えでない油にしたりとか、あと調味料もね、天然のものを使ったりとか、まあそういうこだわってるっていう部分はもちろんあるんだけど、この缶にね、工夫どうやらね、されてるらしいっていうことを知って、それで、この缶詰なら安心感みたいな感じ？だからそんなに使うもんじゃないから、まあ高いけど、だいたいお客さんが来た時ぐらいしかさ、使わないっていうのかな。なので、ツナのね、調理するときにあったら安心だなっていうのがあって、これを常備してる感じ。で、まあよく見ると、このエポキシ樹脂不使用って書いてあるじゃん。だから多分普通の缶詰はこのエポキシ樹脂っていうのを使ってて、まあそれがきっと良くないんだろうね、みたいな。まあそんな程度だけれども、とにかくね、まあ高いけれども、安心っていう部分があって、こちらの缶詰を私は愛用してるよっていう、ご紹介でございました。ご参考になれば幸いです。ではでは。